年を重ねるメカは武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は皆さんね、この口周りのフケとか気になってませんか？だんだんね、この時期マスクとかしてると暑くて結構口呼吸になってることありません？私はね、マスクをねしていくと最近ちょっとね口呼吸が多いなと思っていたら、やはりねこの口の周りがね結構たるんでいたりとかいうことで、今日はこの顔の下半分、普段隠してるからねパッて見た時にものすごいね老けてて、あーって思った人のために、今日ねすぐ改善できる方法をやっていきたいと思います。皆さん、この口の周りに老けを感じるって思ってる人はぜひ一緒にやってみてください。では一緒にやってみよう。はい、まずね気になってくるのっていうのは、このねほうれい線が深くなってきたりとか、このマリオネットラインって言われるとこだったりとか、あとこの辺がね梅干しみたいにちょっとまだらになってたりとか、ね、結構若い方でもいらっしゃいます。ここにねちょっとシワが寄りやすい方、あとここの、ね、肉がこうたるんできてブルドッグっぽくなっちゃったりっていうところで、あれ目はすごい綺麗だったのにパッと見た時にうわっ、がっかりならないように頑張りたいじゃない。はい、私もすぐねこの辺ねたるんだりとか、もうねお年頃なのであっと思った時にすぐやる運動があります。で、私もね YouTube をやるようになって、ね笑いながら喋るっていうのもすごくねなかなかできないんだなっていうことが気がついたので、今日はね、あたるんだと思う時に絶対やるやつと、しっかり口角上げながら喋れるっていうね訓練の、私がやっている方法を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、まず笑顔が大事っていつも言ってるじゃない。なのでスマイルっていうのをね、人がいる時には声出さなくていいけど、覚えるまで声を出しながらゆっくりやるのがコツです。スマイル、これをしっかり10回繰り返してください。この時にね、この辺とかに力入らないようにね、スマイルっていう時に唇を中に入れて、あ、いい、いはね、横に広がるように、いる、ね、す、ま、いる。す、ま、いる。す、ま、いる。スマイル、スマイル、スマイル。はい、どうでしたか？これでね、しっかりこの唇の部分っていうのを動かせたと思うんですね。で、このスっていうところは口輪筋っていうところを鍛えられる、ここの部分で、まっていうのはこのまっていう時にここの舌骨筋群っていうのがあるんですね。そこを刺激していく。あとはイーって伸ばした部分っていうのは大胸骨筋ね、小筋ね、笑う筋肉ですね。ね、こちらの後傾筋をよく使うことになります。はい、皆さんこの辺一気にね動かせていきます。で、そこから皆さんね、このお仕事されてたりとか、皆さん喋ってる時にね鏡を見て喋ってみてください。そうするとだいたい口角がね、真剣な話すればするほど口角下がりながら喋っちゃうんですよ。で、もぞもぞ言っちゃうとね、相手が聞き取れなかったりとかで、特にマスクやってるとすごくね滑舌が悪いとなんかえってなっちゃうでしょ。なので滑舌も良くするっていう点でやっていただきたいのが、このね笑顔のまんまであいうえおって言えるのをやっていただきたいんですよ。最初はこの口を動かすっていうのをちゃんとやってあげてからですよ。表情筋を動かしたら、今度は笑顔であいうえお、あいうえおね、この口角を上げたまんま声が発声できるかっていうのをやってあげます。はい、これもね
で、これね、5回やってみてください。あいうえお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 どうですか？あのね、うまくできなくてもいい。最初私もつられちゃったりするので、ただこれをね続けていくと、これ鏡の前で必ずやってください。そうすると顔の形はどんどん変わっていきます。アナウンサーの方をね見ていくと、あのちょっとね太っちゃってもこの辺にね肉がついてないでしょ。これすっごい大事なんです。あと、あの私ね本当にあんまりうまくないんですけど、できるかな、こうね口出してあんまり見せたくないんだけど、このねやると唇のね筋肉も鍛えられて、唇の色も綺麗になるしね、すごくねあの口角が上がって、この柔らかいね柔らかい表情を作るのにいいそうなんですよ。必ずねあのセリフを言う前だったりとか、アナウンサーの方とかだったら台本ね読みながらとか、あのだいたい私あの一緒にヘアメイクをねやっていた時に裏で必ずやってる方が多かったんですよ。やはりねその人たちはこの辺がものすごくね老けないまず老けない、滑舌がいい、で笑顔が素敵、このね3点持ってる女優さんだったりとかアナウンサーの方は必ず歌を歌う人もよくやってましたね。なので楽屋でねブルブルブルって、これね最初私も本当できなかったんだけども、ちょっとできるようになったら、やはりね翔子さん笑顔素敵ですよって言ってくれてる方がねどんどん増えてきたので、やってみてください。はい、今日はスマイル、ここはもうね大きく目を開けた状態で、額に力入れないようにして口をしっかり動かす、笑顔のまんまあいうえおあいうえおね、でそこからねっていう唇を突き出して空気を入れてブル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 って口の周りを力抜きながら震わせていくと、しっかり素敵な優しい笑顔ができるようになるので、皆さんやってみてください。もう本当にねこれね1ヶ月やるだけでかなり顔がねシュッとしてきますので、皆さん頑張ってやってみてください。私本当にまん丸の顔だったんですけど、このね1年って本当にだん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 こうちゃんとね輪郭がね、この輪郭が出てきたので、皆さん一緒に綺麗になっていきましょうね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今ねちょっと動画の出すね頻度が少しね遅れてるんですけども、今出版に向けて最後のね原稿チェックだったりとか、ものすごいこうね忙しくてなかなかね動画が間に合ってないんですけども、頑張ってねまた定期的にねちゃんと皆さんに動画を作って綺麗になってもらうヒントをいっぱい出していきたいと思うので、もしよかったら応援メッセージとか入れていただけると励みになります。はい、知りたいこともどん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 書いてってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。